マイナス10キロ、綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。ダイエット効果の高い炭酸水のさらにダイエット効果を高める簡単な方法があるんです。毎日飲むだけで健康的で綺麗に痩せたい方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。コスパ最高、飲むだけで痩せる炭酸水ダイエットについてお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜ炭酸水で痩せることができるのでしょうか、その痩せるポイントと、2つ目、毎日飲むだけで痩せる炭酸水ダイエット法ですね。太る飲み方、痩せる飲み方、おすすめの飲み方、そして注意点、この順番でお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜ炭酸水を飲むと痩せるのということで、痩せるポイントが5つあります。1つ目は炭酸水を飲むとあなたの腸内環境が整って痩せるからなんですね。具体的にお伝えしますと、炭酸水の炭酸の刺激が腸にほどいい、ね、感じで届くんですね。そうすると腸の蠕動運動が活発になる。しかも副交感神経といってリラックスする神経を上手に刺激してくれるんですね。すると何がいいか、腸という臓器はですね、この副交感神経が優位な時しかなかなか動いてくれないんですよね。ですからいつも緊張してる方、いつもストレスかかってイライラしてる方っていうのは太るのはそうこうなんです。なぜか、あなたの腸が動いてないから。ですからこの炭酸水の炭酸の刺激で腸がリラックスしてね、副交感神経優位になると、あなたは根本的な痩せ体質へとね、生まれ変わることができますから、ぜひ炭酸水の力借りていきましょうね。2つ目、脂肪燃焼効果があるからなんですね。炭酸水のすごいところはですね、食事をとった誰でも体液がね、弱アルカリ性から酸性へと変わってしまう。そこをグッと元々の弱アルカリ性に戻す力があるのがこの炭酸水。ということは弱アルカリ性の状態が一番内臓が動くわけですよね。そういった状態にいち早く戻してあげると、しっかりと臓器が働いて、やはりあなたは代謝を上げることができるんです。イコール脂肪を燃焼する効果も上がりますよという、そういったサイクル作っていきましょう。では3つ目のポイントはこちら、代謝が上がります。なぜでしょう。これはね、まあ、先ほどの話ともあるんですが、もう一つは炭酸を飲むとですね、血行が良くなるんですね。血流です。そうすると体の隅々まで酸素と栄養がいって、結果代謝が上がるから痩せることができるんです。では痩せる4つ目のポイントはこちら、便秘が解消できるからなんです。いかがですか。ちゃんと毎日便通ありますか。便秘の方はどんなに頑張っても痩せませんよ。しっかりと腸をきれいにしないと。じゃあなぜ炭酸水で便秘解消になるのということなんですが、これまたですね、この炭酸の刺激が腸を程よく刺激してね、蠕動運動が活発になって、お腹すっきりデトックスすることができるんです。そして5つ目のポイント、こちら、悪玉コレステロールを改善、まあ、抑えてくれる効果があるというね、データも出てるんですね。やはりしっかりとこういったコレステロール値も正常値に戻していくことがとっても大切になってきます。ではここから2つ目の項目です。毎日飲むだけで痩せる炭酸水ダイエット法ということで、注意です。まずは太ってしまう飲み方とは何な飲み方なのか、次に、では痩せるためにはどう飲むのか、そして3つ目は私がおすすめの痩せる炭酸水の簡単レシピ、最後注意点についてお伝えしていきます。さあ皆さん、思い当たる方今すぐやめてくださいね。こちら、太る飲み方です。冷たく冷やした炭酸水を300から 500ml のね、量ぐらいをですね、食前とか食中にこまめにこまめに数回に分けて飲んでる方、太ります。こういった飲み方をするとご自身の食事量が3割から4割増しになってしまいましたっていうデータが出てます。ですのでポイントはこの冷たい、なぜか腸が冷えるからです。結果代謝が落ちます。しかも食前とか食中にこまめに分けて飲んでしまうと、逆に胃腸が程よく刺激されて食欲が増します。なので
普段よりも3、4割も食べたくなっちゃうわけですね。ですから今すぐこういった炭酸水の飲み方はやめましょう。ではここから逆にどうやって飲むと痩せるのかという痩せる飲み方ですね。こちらです。常温です。炭酸水300から500ミリリットルを食事をとる15分前までに一気に飲みます。そうするとあなたは食事量が普段の3割から4割も食べなくても満足できるっていう、そういった状態を事前にこの常温の炭酸水で作ることができるんです。ここまで聞いてくださったあなたいかがですか？いや常温の炭酸水って美味しくなさそうとかね、まあ、いろいろ飲みにくいなっていう方もいらっしゃると思います。で私はねこういったあの無糖の強炭酸水、天然水を使った炭酸水大好きで飲むんですけれども、私はこれにねやっぱりちょっと無糖の常温の炭酸水って味がなくってね美味しくないっていう方は、国産のレモン果汁 100% のみでできているレモン果汁をですね、ここ開けていただいて、私の飲みかけなんですけど、シュッレモン果汁入れてね持ち歩いていただいてもいいと思います。レモン果汁を入れるとこうサワードリンク、レモンサワーっぽくなってね飲みやすくなりますから、ぜひこのレモン入れてください。でレモン入れる効果としては痩せホルモンをね増やすことができるんですよ。で2つ目、満腹感をさらに得やすくなります。このね空腹のホルモンっていうのを抑えてくれて、満腹ホルモンのレプチンをね分泌を促してくれるのがレモン果汁なので、炭酸水プラスレモン果汁を入れるとさらに食欲を抑えることができますし、お腹すっきりデトックスすることができますから、ぜひねレモン果汁を入れて上手に工夫して飲み続けてみてください。はい、では最後に注意点です。どんなにダイエット効果が高い炭酸水であろうとも飲みすぎては NG ですよ。こちら見てくださいね。まず先ほど私がちらりとお見せいたしました、こういったね天然水でできた無糖の無添加のですね、香料とかも一切入っていない水とその炭酸だけでできているものを選んでください。無添加です。そしてこういったこれ1本 500ml なんですけれども、1日 500ml のこの常温の炭酸水を、まあ、どんなに多くても2本まで、合計1リットルで十分です。痩せる飲み方思い出してくださいね。食事をとる15分前までにこれを1本一気に飲む、まあ、1日3食という方はちょっと量をね分けていただいていいと思うんですけれども、1日最高でも2本まで1リットルで飲み続けていきましょう。さあいかがだったでしょうか。ダイエット効果の高い炭酸水でも飲み方一つ間違うと太ってしまうということが分かりましたね。ぜひそういった飲み方をしてた方は今すぐやめていただいて、さっと痩せる飲み方の方に切り替えていきましょう。そして炭酸水はそんなにね高いものでもありませんし、まとめ買いされるとお得にもなると思いますので、ぜひ常備して取り組んでみてくださいね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際試してみてこんな風になりましたって嬉しいコメントお待ちしています。とても励みになっています。それでは次回の動画でお会いしましょう。